本番終わったばかりの彩香さんに来ていただきました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。名古屋からいらしてる。そうですね、名古屋の方から来てます。いつも多分片道6時間ぐらい、うん、昨日もライブだった。昨日もライブでした。昨日は池袋の方で池袋カノーボトさんっていう箱でやらせていただきました、はい、結構東京来てるんですか？毎月1回2回ぐらいですかね。なかなか遠征費用がかかっちゃうものでそうですよね。月に3回が限度ですかね。歌のジャンルはアニソン。アニソンを歌ったり、まあ、演歌を歌ったり。演歌もやってるんですか？演歌も歌ってます。ただあのまだ1回も出したことないですけど、普段はアニソンを歌ったりしてます。モデルもやってるんですか？モデルさんもさせていただいたりしてます。めっちゃ手足長いです。いやヒールと衣装のおかげ。いやいや、そんなことない。全然そんなことない。次東京に来る予定が決まってるんですか？次は、6月18日に、はい、どこだったっけな、東高円寺の笑い屋さんっていうところで、ちょっとまだ時間とかが決まってないんですけれども、そちらのモデルをさせていただくのが決まってます。今日はいかがでした？鳥ということで今日は初鳥だったんで、ちょっとなんかすごい緊張したんですけど、皆さんが本当に温かく乗ってくださったので、もうそれにいつも助けられてます。すごい盛り上がりましたね。いや本当いつも感謝感謝です。昨日もそんな感じで、お客様に助けられてるので。じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。